はい。じゃあよろしくお願いします、えー。今回は小学校3年生の算数、図を使って隠れた数を考えようについてやっていきましょう。で、今回6回目の授業になるんですが、実は今までと少しね、今回違うんです。で何が違うかっていうと、いつもはね、できそうな子は解いてみてねって話をするんですが、今回できたら、えっ、ー、と、動画を止めずにこのまま授業だと思って一回聞いてくれると嬉しいです。 っていうのも、このね、勉強を、みんなが使ってる教科書によってはね、載ってない会社もあるはず。あの、教科書ってね、実は何種類かあって、学校によってか違うんだけど、だからないかもしんない。だけど、今回このやる。 実はね、この問題みんな解けると思うんだよ。普通にやったら。でも、あえて図を使って考えていくっていうのを紹介します。で、この考え方っていうのはみんなが大きくなって、例えば中学生になったりとか高校生になってからもすごく俺大事な考え方だと思っているので、ああ、こういう書き方もあるんだ、考え方もあるんだっていうのを、ふ運んぐらいで構わないから、ちょっとね、時間かかっちゃうんだけど、ぜひ聞いてみてください。いいかなそれでは早速始めていきましょう。 で、今回ポイントはですね、問題に登場するものをチェックして、ほにゃららとほにゃららから書いていこうというのを書きます。で、これは俺が勝手に言ってるだけなんですが、キーワードとして、全部っていう言葉と、はじめっていう言葉をちょっと大事にしていってください。 ただ、これはね、あの、問題によっては変わってしまうので、絶対これでいけるってわけじゃないんだけど、何を考えてほしいかっていうと、これ全体ね。全体は何っていう。このキーワード、多分この授業とかで何回か言うと思うの、今ね、この人何言ってるんだろうって思うかもしれないけど、いいんです。全体は何っていうのをみんなが大事にしてほしい。 じゃあ、実際ね、問題使って説明していくんだけど、3番は、飴とガムとチョコを買いに行きました。3つね、1個ずつ買,って買いに行ってる。そしたら、全部で90円かかったんだって。で、飴は10円です。ガムは20円。じゃあ、チョコは何円ですかって言われたら、多分暗算でできちゃう方もいるんじゃないかな。引き算使うんでしょみたいな感じで。でも、あえて、その式を作る前に図を書きます。今回のテーマはそっち。図を書く。いい で、どうやるかっていうと、さっき全部ってキーワードあったよね。ここにあります。全部。で、今みんなもし、えっと、なんか紙とかね、ノートがあったらやってほしいんだけど、定規、まあ、定規使わなくてもいいんだけどさ、こう横にね、ある程度線を書いてください。別に何センチとか決まってないので、ちょっと長めに書いてくれるといい。で、この線が、まず、端っこから端っこまでが、全部なんです。 今回、登場人物。さっきね、問題に登場するものをチェックしてって書きました。登場するのは、飴とガムとチョコ、そして全部です。その3つを合わせた全部っていうのも登場します。で、その全部が今90円なんだよね。だからここ。が、全部で90円って言ってくれてる。 で、そこに、飴とガムとチョコを買ってったんだよね。で、どう書くかっていうと、これは全部なの。で、まず、飴買ってるから、じゃあ10円。まあ一番安いもんね。じゃあこの辺にしよっか。ここまで。ここまでが飴のお金だよねーって。はい、10円。で、ガムも分かってるから20円。飴よりね、えっと20円ちょっと高いんで少し大きめにしよっか。この辺。これがガム。が20円。 で、チョコ分からないから、でもさ、飴とガムとチョコを買って90円だから、当然、ここの残りはチョコのゾーンだよね。もし、飴とガムとチョコともう一個、ポテチ買いました、みたいな。なってたら、ここの中にさ、チョコのゾーンとポテチのゾーンができちゃうんだけど、今登場人物最初3つだったもんね。飴とガムとチョコ。 だから、飴のパーツ、ガムのパーツ、チョコのパーツをくっつけたら全部になるよねっていう、この図が頭の中に浮かぶようになってほしいんです。いいで、その時に今回ね、全部っていうキーワードを出したんだけど、今ね、この問題を読んだ時に、全体、一番大きい全体ってどれなのかなって考えてほしいの。だから全体は何っていうのが大事になる。 で、今回は3つね、えっと、アメガムチョコを買った全部が全体になるから、これが全体なんだって言って、全体を先に上に変えちゃう。全部で90円。そこに、アメ、ガム、チョコってゾーンを書きましょうって。これ分かってないから四角円にしとくね。こんな感じ。で、これ見て分かるように、ここのね、えっと、問題は、あと値段を求めたいんだよね。チョコの値段を。で、全部で90円で、ここ。あと色変えちゃおうか。 ここね。アメとガム。ここの、青に塗ったところを90円から引いてあげれば。つまりこの2つのパーツを取ってあげれば、チョコのパーツだけ残るよね。だから、取ればいいから引き算じゃんか。で、アメとガムは足したら30円って分かってるから、90円から30円を引けばいいって。これ右かけるかなちょっとここでいいごめんね。90円から30円を引いて、 入ってるかな右側。あ <laughs>、入ってた。60年だよねって。これチョコね。こうなるで。最初にも言ったように、これ問題見たときに、これ、できた方いると思うよね。み、みんな見てる方では。いると思うんだけど、実は図を書いてやってみると、こういう図が書くことができます。で、その時に、まず全体は何なのかなって。この問題が全部です。全部を書いた後に、 パーツを分けて書いていく。だから、こうなってるから、あ、引き算使えばいいじゃん。っていうのが、気づくよっていうのが。ね。なんか言われて、<laughs> ま,あまあまあ、わかりますけど、みたいな方もいると思うんだけど、この考え方がね、これからみんなが大きくなっていく中でも、すごく大事になるから、なんかこういう図があるんだっていうのを、頭の片隅でいいからね、覚えておいてください。 ではもう一個行きましょう。お皿の上にチョコがたくさんあります。何個かわかってない。で、その中の7個をまず僕が食べました。そしたら、妹がその後に5個食べたんです。そうすると、残りは16個になりました。はじめにチョコは何個ありましたかって。これね、キーワードはじめがあります。 で、まあ、最初にもね、言ったけど、はじめっていうか、その言葉が絶対全体になるっていうには限らないんだけど、まあ、この辺で、3年生のこの時期に勉強するときは、この辺をまず、キーワードにしてください。つまり、全体は、最初、僕とか妹が食べる前に、はじめにあったのが全体なんです。全部になってる。だから、ここ、はじめにあった数が、今わかんないんだよね。何個。だから、今回、ここが四角になります。 何個って。で、パーツで分けます。登場人物は、まず僕だね。7個食べた僕。そして、5個食べた妹。で、まだあります。残りね。残り16個っていう。この3つが今回の登場するパーツになるので、まず僕行きましょう。7個。ちょっとこの辺にしよっか。僕の場所はここにします。僕は7個食べました。で、妹は5個。ちょっと短くしようか。 妹が5個。で、残ったのが全部16。残りここだもんね。ここにもした弟くんが出てきて、弟は3個食べたよってなったら、弟くんのゾーンも作るんだけどね。弟くんゾーンを作って、残りってなるんだけど、今弟くんとかも登場しないので、残ったのが全部残りゾーンになります。で、ここが今16個なんだよね。 じゃあ、この、ちょっと途中までん指で切っちゃった。この図を見たときに、今回は、始めを求めたい。始めを求めるためには、僕のゾーン、妹のゾーン、残りのゾーン、パーツか、ごめん。パーツを全部、ここ、足したらいいよね。だって、パーツをくっつけたら、この、全部、一本につながるからさ。 だから式としては僕の食べたやつ妹の食べたやつ残ってるやつを全部足せばいい。で足すと、うん、28だね。28。だから最初にあった初めにあったチョコの数は28個って分かりますってこういう形になります。 何度も何度も繰り返しになっちゃうんだけど、この問題ね、別にこんなん書かなくても解けるよって思う子が多いと思う。だからそれでもいいんだ、実は。解けることが大事だからね。だけど、こういった線を書いて、切って、パーツごとに切って考えていく。その時に、全体、全部とかはじめっていうのをまず書いてから、パーツをはめていくっていう。こういうのがあるんだっていうのを、ぜひね、本当にみんなの頭の中の隅っこでも構わないんで、覚えておいてください。 はい。ということで、今回の授業はここまでとなります。次回から、えー、3桁とか大きい数の筆算、足し算引き算ね、が始まりますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。それでは、今回の授業は以上でございます。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、またねバイバイお疲れ様でした